こんにちは、キコラボです。今回は小さなオシロスコープ PL2401DSO をご紹介します。本機はラズベリーパイピコをオシロスコープ化する Android 用アプリスコッピーに対応した基板の最新型です。ケースに入れて従来品の PL2302AFE と並べるとこんな感じになります。本機では MCU を搭載してラズベリーパイピコを不要としたり、回路を工夫して大きな部品を減らすなどしてケース挿入時の体積を約 60% 削減しました。と言っても従来品もそれなりに小さかったので完全に自己満足の世界です。なお本機は無印良品の小物ケース SS にぴったり収まるサイズになっているので、シリーズの伝統であるケースの入手性の良さも健在です。主な仕様はご覧のようになっています。小型化とのトレードオフにより最大入力電圧が低くなっていたり、パッシブプローブ用のコネクタが MCX になったりしていますが、それ以外は同等の性能を維持しています。またラズベリーパイピコが不要になった代償としてワイヤレスでの運用ができなくなりましたが、この辺は従来品との住み分けと考えています。 USB 端子はもちろん Type-C にしました。また MCX コネクタをハンダ付けすることで BNC との変換ケーブルを介してパッシブプローブを接続することができます。本機の入力インピーダンスは一般的な1メガオームですので、プローブでの10対1の分圧もきちんと働きます。それでは実際に使ってみましょう。本機と Android 端末を USB ケーブルで接続します。アプリのインストールや初期設定は完了しています。設定方法などの詳細はこちらのウェブサイトをご覧ください。まずは振幅 3V の制限波です。 1kHz はきれいに観測できています。メジャー機能により最大最小電圧や周波数なども読み取ることができます。 10kHz は時間軸方向のブレが少しありますが、まあよしとしましょうか。続いて 50kHz です。 10kHz より安定していますね。さらに上げて 100kHz にすると振幅が少し下がっているのがわかります。この時のサンプリングレートは 500kHz なので 100kHz の信号の実際の測定点はわずか5箇所になります。スコッピーにはシンク関数によるデータ保管機能があるため、今見えている波形は保管した結果になります。保管をオフにすると元の測定データのカクカク具合が見えるので、保管機能の威力がよくわかります。そのようなわけでこの辺が周波数の上限でしょうか。なお2チャンネル同時使用時の最大サンプリングレートは 250kHz になるので、測定周波数の上限も1チャンネル時の半分の 50kHz 程度と考えて良いでしょう。さてここでスコッピーで2チャンネル測定をする際の注意点をご説明します。それはチャンネル1とチャンネル2の測定タイミングが1サンプル分ずれるということです。その様子を実際に見てみましょう。2つのチャンネルに同じ制限波を入力します。まずは 100Hz です。同一信号なので当然測定波形が重なって見えています。続いて 1kHz です。こちらもほぼ重なっていますが少しずれているようにも見えます。 5kHz でははっきりとずれがわかるようになってきました。 10kHz にするとチャンネル1の位相が少し遅れているのがわかります。 50kHz での位相遅れは無視できないほどになっています。これは MCU の AD 変換の仕組みが原因のため致し方ない部分ではありますが、信号処理で補正できそうな気もするのでスコッピーのアップデートに期待したいところです。続いてロジックアナライザー機能を使ってみましょう。こちらは技術研修用のキッチンスケールキットで、研修生に増幅回路の設計やマイコンのプログラミングをしてもらう教材です。この回路の AD コンバータとマイコン間の SPI 信号を見てみます。上から CS、SCK、MOSI、MISO になっており、 SCK は 1MHz に設定してあります。本動画作成時点のスコッピーには信号解析機能が実装されていないので、研修生には自力で信号を解析しながらデバッグしてもらっています。これがいい勉強になるようです。一方でユーザーとしてはもう少し機能アップしてくれると嬉しいので、今後のアップデートに期待したいですね。といった感じで今回は小さなオシロスコープ PL2401DSO のご紹介をさせていただきました。
本動画詳細欄に説明ページへのリンクがありますので、ご興味のある方はぜひご覧ください。それでは、今回はこの辺で。ご視聴ありがとうございました。